めっちゃ見とるよね。いいね、このアングルいいね。バリ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 カンです。はい、バリカンですね。3歳のお子さんで、バリカンの入れ方の説明ですね。今回は、6ミリで下から上へ下から上へ入れていきます。で、ちっちゃいお子さんの場合は3ミリとかでも入れたいんですけど、その場合ムラになる可能性があるんですよね。なんでかと言いますと、頭皮が柔らかくて毛が薄いんです。ちっちゃいお子さんの場合はなるべくムラにならないように、まずは6ミリ、または慣れてない場合は9ミリで入れていただいて、今回9ミリ、6ミリですね。上のは9ミリなんです。今前髪6ミリを入れてます。で、どういうイメージで切ってるかと言いますと、丸刈りもいいんですけど、丸刈りやと、デザインがね、いろいろちょっといいデザインにしていきたいので、トップをね、キューピーちゃんみたいな感じで残す感じでいこうかなという、バリカンの入れ方をしてます。で、子供さんの場合は飽きさせないように DVD とか、YouTube ですねを見ながらしてもらった方が、効果的といいますか、子供さんがリラックスした状態で散髪できますので、ぜひやってみてください。この場合は固定するために左手でしっかり持ってやってます。あとは男の子の場合は汗もとかの対策でなるべく短くしておいた方が、頭皮ですね、頭皮の方が赤くなったり痒くなったりしますので、時にはフケが出てきたりしますので、乾燥肌の方とかも適してますので、ぜひバリカンを入れてください。こういう髪型いいね。なんかおってやね、部長とかでね、会社にだいたい偉いさんでおってやね、この髪型。はい、ありがとう。ありがとう。バリカンを入れる時のコツなんですけど、やはり下から上に入れる方が、毛の流れに、沿ってといいますか、逆らって入れてますので刈りやすいです。ムラができできにくいカットの仕方は下から上、下から上にするとカットしやすいです。で、トップのですね、ちょっとキューピーちゃん状に残そうかなって言ってますので、トップのバリカンの長さは、長い目で、例えば、15ミリですね、15ミリで入れていただいて、残した方が、グラデーションっていうんですけど、徐々に長くなったりとか、丸刈りでもいいんですけど、丸刈りやと、ちょっとデザイン性がちょっと嫌な方もありますし、丸刈りが好きな方もあるんですけど、今回は、グラデーションでいってます。で、左手でね持ったりしてるんですけど、頭をね固定するときは左手でしっかり持ってあげた方がお子さんも安心できますし、万が一そのなんていうんですかね、バリカンが もしね耳に使えたりすると危ない、切れたりする可能性もありますので、必ず左手は、しっかり頭を持ってあげるっていうことと、そうですね、素早くするっていうことですね。5分から10分以内にしないとお子様の集中力っていうのは長くて10分以内なんですよね。ですので、短時間で、するっていうのが子どもさんを飽きさせない、そして、嫌がらない方法の一つになりますので、やってみてください。今回前髪なしのデザインでいってますので、6ミリもしくは慣れてきたら4ミリ、3ミリでいっていただくと、いろんな髪型のアレンジができますので、やってみてください。バイバイ。おー、いいわ、ちょうどよかった。そのバイバイいただきますね。ウィンウィンウィンバイバイ。